はい、こんばんは。本日は2020年、3月17日、ウェブ朝倉学校、12回目となります。はい、本日は、理科の運動とエネルギーの分野をやりたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは。これは中学3年生でやる分野ですが、やっていきましょう。はい。で、まず運動とエネルギーについて、力について、確認しておきたいんですけど、これある物体を2人の人が、子供と大人が引っ張ったと。で、同じ方向に引っ張ったら、その2人の合わせた力が、合わせた力、合力ということになります。で、このように大人がこっち引っ張って、子供が逆に引っ張ったら、大人の方が力強いので、この差し引きだけ、合力なんですね。その2つの力を合わせた力を合力と言ってます。で、次に角度を使って、角度を持って働く2つの力、例えばこっち方向に、こっち方向に行く人、引っ張る人とこっち方向に引っ張る人が出た時にはどうなるかというと、これ力の平行四辺形というんですけど、これに平行にこう書くと、でこっちに平行にこう書いた時のこの対角線の方向に物体ごっこでなります。力の平行四辺形と言います。で、コンパスで作図する時には、平行四辺形を作図するように書くわけですね。で、次、三力の釣り合い、これは実は日常生活でよくある現象なんですが、例えば天井に2つの紐で物がぶら下がっている時ですね。こんな感じの時は、この2つの紐の合力が、の引っ張る力の合力がこうなっていって、それがこの物体の重力と釣り合ってるんですね。で、ちょっと、若干斜めな形になっていても、この2つの合力とこれが釣り合ってるって形になります。それではもう一つ、ちょっとこれは難しめな話なんですが、今日の話に関係するので、斜面に物体が、乗ってる時にどういうふうに考えられるかというと、地球は常に物体を地球の中心に向かって引っ張ってます。これが重力です。でも斜面はこうです。で、その重力というのを実は斜面に水平方向と斜面に垂直方向に分解します。さっき2つの力を合わせたのと逆の原理で、これを対角線にするような平行四辺形を考え、平行、この場合直角ですから長方形を考えるんですね。で、そうするとこの力は平行にこう、斜面から滑り落ちろうとする力と、斜面にのめり込もうとする力に、相当します。で、この斜面が柔らかかったら本当にのめり込んでいくんですが、大体の斜面は硬いので、こののめり込まずにこの物体を、その支えてる、その支えてる力のことを垂直抗力と言いまして、垂直抗力と、重力の中のこの分力というんですけど、合力の反対で分力というんですが、斜面に垂直の力が釣り合って止まってるですね、という形になります。で、これは、摩擦がないとこう滑り始めていくはずです。ということです。さて、じゃあ本当に斜面に、物体が止まってる場合はどうなってるかというと、まずは斜面にのめり込まないということは、斜面がこの物体を支えている垂直抗力と、先ほど言ったように重力を分解した垂直抗力の分力が釣り合っててのめり込んでない。で、この図だけだとこう滑っていきそうなんですけど、もしこれが止まってるとしたら、この滑り降りようとする力を支える逆向きの力、これが摩擦の力です。摩擦力があって止まってるという形になります。で、本日は実は摩擦のことを考えると話がちょっと難しくなるので、本日はこれ以上摩擦のことは考えないようにしますけど、日常生活で斜面で物体が止まってたら摩擦のこの力で止まってると考えてください。それでは本日は、2020年前期
千葉県公立高校の理科の第5問の問題です。力の釣り合いと仕事とエネルギーについて調べるために次の実験1に行いました。これに関して後の1、2、2と1から4に答え、ただし滑車およびバネの質量や伸び縮みは考えないものとし、この下線で引いてるのは特にこの問題文の中で重要な要素、私が番号で下線で引いてます。問題文自身はこれ書いてなかったんですけど、物体と斜面の間の摩擦、紐と滑車の間の摩擦、空気抵抗はないものとします。本当はこれ日常生活ではこれあるんですけど、これ考えるとややこしいので、もう摩擦はない、まあ、摩擦がない世界って、なかなかこの地球上には ないんですが、一番それに近い世界がオリンピックの、冬のオリンピックのカーリングですね。あのカーリングの、球というか、あれこう結構滑っていきますね。あれが摩擦にない状態に、まあ、近い、まあ、あれでも摩擦あるんですが比較的近いです。また 100g の物体に働く重力の速さを 1N とします。質量が等しくともに 2kg の物体 A と B があると。で、A と B を紐でつなぎ、その紐を滑車にかけ、物体 A を斜面上に置いた。静かに手を離したところ、物体 AB がゆっくりと動き出したので、図2のように物体 AB が床から同じ高さ、これですね。床から同じ高さになるように物体 B を手で支えた。その後、紐を切ると同時に物体 B から手を離し、物体 AB の様子を調べた。で、この2番、質量が等しいという条件が A と B に書いてあると。で、3番、同じ高さのように支えたと書いてあると。で、4番をこうわざと色を変えてるのは何かというと、ここまでのやってることと、これは違うんですね。手で支えてる段階と、それが手を離して紐を切った状態は違うので、まあ、状態が違ってるってことをちょっと色の違いで強調 しました。はい。後でこの図出てきますからよく見ておいてください。それでは次に。はい。続きですね。実験の2、別の実験です。バネの一端と物質 B を紐でつなぎ、バネの、タタンを手で持ち、バネが斜面と平行になるように実験して持ち、斜面上に物体 C を置いたところ、バネの伸びは6センチだったと。次にバネを手で引き、斜面 B、C を斜面に、物体 C を斜面に沿ってゆっくり 0.5 メートル引き上げ、図2の位置で静止させた。物体 C が移動している間、バネの伸びは常に6センチだったと。使用したバネは、バネに加えた力のバネ、力の大きさとバネの長さの関係表の通りである。これも青線で引いてあるのは、ここはこの実験についての説明ですね。この実験についての説明ですけど、これはこのバネの性質に関しての説明なので、これは別実験してるんですね。ということで、この赤いところと青いところは別のことを示しているということを注目してください。それでは問題です。問題はこのようになってます。実験して物体 A と B を同じ高さで静止させるためには、物体 B を何ニュートンの力で支えればいいかというのが1番で、2番、実験1で紐を切ると同時に物体 AB から手を離したときに、物体 AB の高さが床から半分に達したときの物体 AB の運動エネルギーのとの大きさの関係について簡潔に書きなさい。図の3番、図3は実験2で物体 C を斜面上に静止させたときの様子を無意識的に示したものである。物体 C に働く力を解答用紙の中に書きなさいと。で、4番、実験2で用いた物体 C の質量は何キログラムか、また物体 C を斜面に沿って 0.5 メートル引き上げた時のバネを引いた手が物体 C にした仕事は何ジュールか。さて、まず実験1を強調して書いてあります。ちょっと拡大してみましょうか。で、まずこれが重要なんですが、地球上で 1kg の物体に働く重力は 10N と表現します。 kg ってのは重さの単位ですね。で、その重さに働いている地球の重力をは kg の約10倍だということが分かってまして、まあ本当は 9.8 とかあるんですが、まあ、10倍だということでいいので、 1kg に働く物体の力は 1N です。
1kg の物体に働く力は10ニュートンです。で、まあ、皆さんスマホをお持ちだと思うんですが、ちょっとスマホを家庭にあるあの、まあ軽量な測りで測ってみてください。私のスマホさっき測ったら 83g でしたけど、だいたい 100g なんですね。そうするとスマホに対する地球の重力は1ニュートンです。今度友達と会ってスマホを持ってたら、おすごいな、1ニュートンのパワーを持ってるな、1ニュートン使ってるなとか言うと物理の勉強になると思いますので、 100g で1ニュートン、 1kg で10ニュートンということです。さてこの物体 A と B は 2kg ですから、20ニュートンの力で地球がこっちに引っ張ってるんですね。さてここで問題です。じゃあまあスマホ 100g でいいんですけど、 1kg の物体を持って地球から飛び出て宇宙に行って、宇宙からまた月に行って、月から宇宙に行ってまた地球に戻ってきたらどうなるか、まあ、途中でね、こうあのロケットが地球を脱出するときものすごい重力かかるので、それは無視して地球にいるとき、宇宙にいるとき、月に着いたとき、また宇宙に戻ってきたとき、で地球に戻ってきたときで考えていますと、地球では先ほど言ったように10ニュートンですね。じゃあ宇宙に行ったらその、1kg 物体って実は0ニュートンになるんですね。あの宇宙空間というのは重力が基本的にないですので0ニュートンになります。で月は実は地球に比べて引力が少ないので6分の1なんです、地球の重力の。そうすると6分の10ニュートン、つまり10ニュートンの6分の1ですから 1.7 ニュートンぐらいになります。非常に軽くなるんですね。軽く感じるようになります。そして宇宙にまた0ニュートンになって、また地球に戻ってきたら10ニュートンになる。この物体そのものは全く変わらないんですけど、その物体引っ張る天体とかの状態で重力というのは変わってくるということで、まあ、あくまでも地球上では10ニュートンだと考えてください。それでは次に、これを先ほど力の分力の話でやりましたけど、これを分解して考えてみましょう。で、まず、20ニュートンの重力が働いている点は全く一緒なんですけど、何らかの形でこの紐が全部釣り合ってるわけですね。で、釣り合うためにはこれ問題にありますように、こっちの玉を手で押し上げてる、これ青で書いてます、青で書いてあります。手で押し上げてる力が合ってると。それと紐がピンと張り詰めてます。これ紐がピンと張り詰めるということは、紐を引っ張る力があるはずなんですね。紐の張力と言います。でここに物体 A があって、この物体はやっぱり20ニュートンで引っ張られてるんだけど、20ニュートンの力で引っ張られてるんだけど、それは先ほど言ったように斜面に垂直方向と水平方向に分解すると、垂直にはこの力でのめり込もうとしていて、水平にはこの力で滑ろうとしてるんですね。でこれ止まって釣り合ってると書いてありますので、止まって釣り合ってるということは、この左向きと右向き、あるいは上向きと下向きの力が釣り合ってるんです。だからこの赤の力と緑の力、それからこの赤の力と青の力は釣り合ってます。で、ここでは20ニュートンのその重力で落ちる力と手を押し上げようとする力、並びに紐の張力の合計が釣り合ってるんですね。はい。さて、それではこれからどう考えていったらいいかということですが、実は公立高校入試の理科の問題でよくあるんですが、三平方の定理を使うんですね。さりげなく三平方の定理を使います。特に、直角を挟む辺が3対4対5の三平方の定理の図形を実は理科の問題でよく使ってます。それ計算がしやすいからね、3と4と5で非常に簡単で計算がしやすいから。でこれよく見ていただくと、ちょっとこの問題では切れてるんですが、きちんとこう 1.2、0.9 って書いてあるんですね。つまり3対4対。だからこれは実は 1.5 メートルなんです。0.9、1.2、1.5 メートルということになります。3、4、5の三角形だったんですね。さて、3、4、5の直角三角形だったということに注目しながら、これを分析してあります。で特にここのところの先ほどの、形を分析するんですね。
でその時にそのこの3、4、5の、直角三角形って3と4が比較的、長さが近いのでどっちがどっちの角だって分かりにくくなるんですね。だから皆さんにお勧めしたいのはどっちでかどっちでもいいんですけど、このモデルの図形をこう問題の隅の方に書いて3と5の間のことを×としようと、で4と5の間のことを丸としようというふうに丸×の記号を書いていく。でそれを図形の中にどんどんとその丸×記号を増やしていくんですね。さてでまずこれが基本的な直角三、あの3、4、5の直角三角形ですので、これが丸ですね。まあ、ここ書いてないけど、ここ×ですよ。そしたら、ここにも実は直角三角形ができます。そしたら、これが丸だとしたら、これ×ですね。で、そしたら、今度、ここの直角三角形に注目すると、ここが丸、×だとしたら、これ丸なんです。で、そうすると、長さの関係がわかると思うんですが、重力が20ニュートンですね。それに対して、この紐の関係を調べたいために、ここを調べるために ここの紐の力を調べる必要がある。でそのためにはこの紐と釣り合ってる滑り落ちようとする力を知る必要がある。そうするとこの三角形に注目するんですね。この三角形に。でそうするとこれが20ニュートンですので、でここにここが角度×です。で×の角度っていうのは、斜面に対して5分の3なんですね。5分の3、つまり20ニュートンに対して5分の3だから、これ12ニュートンになります。ということはこの紐の力12ニュートン。釣り合ってるこの紐の張力12ニュートン。そうすると20を紐が12で、なんていうかな、引っ張ろうとしていて、これ釣り合ってますからね。そうするとあと8あれば、8手で押し上げれば OK ということで、答えは8ニュートンということで、これが答えですね。8ニュートンということになります。はい、それでは次の問題なんですが、次の問題何だったかっていうのをちょっと確認しておきますと、次の問題はこれです。はい、この問題にはこれですね。紐を切ると同時に物体 B を、から手を離したとき、AB の高さが床から半分に達したときの A と B の運動エネルギーの大きさの関係について調べなさい。何かというと、この状態がいいかな。ここ今紐で釣り合ってて手で支えて釣り合ってますね。これを一気にパッと切っちゃうんです。手を離して切っちゃう。そうするとこれが落ち始めます。で落ち始めて半分に来た時の運動エネルギー、運動してる時のエネルギーはどうかということなんですけど、これはどうかということですけど、これは非常に実は考え方がはっきりすれば簡単なんですね。さてこれもオリンピックの冬の競技で、なんていうんですか、スノーボードというやつがありますね。まあよくこう来て、ここでくるっと反転してこう来て、またここでくるっと反転してこう来て、こうスノーボード、オリンピック競技のスノーボードがありますね。あれと、のイメージでいいと思うんですが、ここの一番高いところに来た時にはくるっと回転するけど一瞬動き止まりますよね、あのスノーボード。つまり運動エネルギーはどうですか。でこの中間の斜め滑ってる時はどうかと。で位置エネルギーというのは高さによるエネルギーというか、高いものほどあの大きなエネルギーを持っているということです。これ一番高いですね。はい、でこのエネルギーには大中小期で、この地面のところを一番低いところを位置エネルギーゼロとみなします。はい、そうするとどうなるかというと、これはスノーボード競技でイメージしていただけば分かると思うんですが、一番高いところに来たときは位置エネルギーが最大です。で運動エネルギー一瞬止まるからゼロです。でここは中ぐらいで中ぐらいですね。でここは位置エネルギーゼロなんだけど、運動はすごい速くなりますね。こうスノーボードの動きはすごい速くなります。でここはまた中ぐらいになって、またここ一瞬運動エネルギー溜まる。つまり何が言いたいかというと、運動エネルギーと位置エネルギーを足した総和は、まあ、力学的エネルギーというんですが、これがいつも一緒なんですね。こっちが増えればこっちが減る、こっちが減ればこっちが増えるということで一定です。さてそうすると、実はあの紐なんですけど、これもともと位置エネルギー一緒でした。位置エネルギー一緒でした。で同じ高さに来た時も高さの位置エネルギー一緒です。
そしたら位置エネルギーが減った分だけ同じ運動エネルギーになるので、運動エネルギー同じですね。つまりまあこのスノーボードの例えで言うと、 これがその最初の状態で、これがちょっとずれちゃってるから、これが同じ高さの状態だとすると、位置エネルギーが減った分だけ運動エネルギーが増すので、答えは物体 A と B の運動エネルギーは同じであるということになります。これが答えですね。こういうふうに書いて、記述で書くということです。それでは次の問題なんですが、仕事の、そうか、その問題の、まあそうですね、に、今度ね、仕事という考え方が、問題に出てきます。で、仕事は力の大きさかける力の向きに動いた距離と、で、物理学ではこれを仕事と言ってます。いくら力を加える努力を続けても物体がこう動かなければ物理学では仕事とは言わないんですね。これどういうことかというと、例えばお相撲さんが一生懸命柱を押し出しの練習で押してると、しかし柱が1ミリも動いてなかったら、実はお相撲さんが いくら練習してもその柱が動かなかったら運動、仕事はしてないとみなすんですね、ということです。あと、まあ、それが一番分かりやすいと思うんですが、物体が動かないときは仕事とは言えません。で、重力に逆らって物体を持ち上げるときは、力は重力と逆向きになるので、100g の物体1ニュートンと考えるということです。で、この仕事率の話は、まあ、また後に機会があればしましょう。それで、実は、まあ、さっき、そうか、これ一つスライドが抜けてたな。まあいいや、しょうがない。実は、先ほどの、そうか、ごめんなさい。先ほどの最初の問題に戻ればいいんだな。これですね。物体 C が移動しているときに、バネの伸びは常に6センチだったということで、このバネの伸びの6センチということは、これ、最初の長さのことを自然長と言ってまして、この自然長から伸びたのが6センチというところを見るんですね。15センチを見るんじゃなくて、15センチを基準としての6センチ伸びたところ、21センチのところを見ます。そうすると6ニュートン。つまり、このバネは6センチ伸びたときには6ニュートンの力が働いているはずなんです。で、6ニュートンの力で引っ張って、そして、設問は、これ、もう一回見てみますと、設問の中では、0.5 メートル引き上げ、6ニュートンで 0.5 メートル引き上げですから、仕事は力かける力の向きに動いた距離、6ニュートンで力の向きに動いた距離 0.5 メートルですので、答えは6ニュートンかける 0.5 メートルで3ジュールということになります。仕事の単位は3ジュールということですね。で、最後に実は、エネルギー保存則を使った別解があるんですね。別解を考えてみましょう。はい。で、今その設問に沿ってやったのが6ニュートンの力でバネが引っ張って、まあいると。で、それで 0.5 メートル動いたんで、6ニュートンの力で 0.5 メートル動いたから3ジュールという計算になりました。さて、ちょっと発想を変えます。これを斜めに持ってくるんではなくて、真上に持ってきたら時どうなるかということですね。で、そうするとさっきと言ったように、この位置エネルギーがここの位置エネルギーの、に変化しましたので、こう持ってってもこう持ってっても位置エネルギーの変化の仕方は一緒ですので、実はエネルギーが変化するということはそれだけ仕事をしたということになりますので、これはまあ、もし真上にこう持っていったとしたら、10ニュートン の 1kg という問題でしたので、10ニュートンの力で 0.3 メートル上げましたので、3ジュールということになりますということですね。ということになりますので、ちょっと、一つ問題が しまったな。解説が、抜けてしまってますが、これは、まあ、この
図についてはあの3番の図についてはあのこの物体に働く力をかけなさいって、これさっきから説明したように垂直抗力と紐で引っ張る力ですね。垂直抗力と垂直抗力というのと紐で引っ張る力をかけばいいということですね。それで物体 C の質量、これがちょっと問題で抜けてしまったんですが、これが 6ニュートンということになります。6ニュートンということになります。でこれでここにその三角形のさっきの話を利用するんですが、これか6ニュートン、これでこの図ですね。これが今度問題である、この図がちょうど分かりやすいや。これさっき12ニュートンでやったんですけど、今度これが、最後の、3番の問題である6ニュートンです。で、そうしたら、この6ニュートンに対してこれ6ニュートンのはずです。だとしたら、この6ニュートンの、今度、これが6ニュートンと分かってるから、重力が、その、3分の5で 10ニュートンということになります。よって、最初の問題にあったこの物体 C の質量は10ニュートンに相当する質量だから、これ1キログラムということになります。ということでもう一回確認していきますと、答えを最後に確認してみますと、物体はこれさっき言ったように8ニュートンですね。でこれは運動エネルギーと物体 A と B の運動エネルギーは同じだと。でこれは垂直抗力と紐で引っ張る力をかけばいいと。でこれは今言ったように 1kg と。でこれがさっき計算したように3ジュールということになります。ということであります。はい。それではまあちょっと今日は本当に、勉強的な感じになりましたけど、まあでも重要なのはやっぱり今日のところはまあこれですよね。このイメージ、このイメージです。運動エネルギー、高いところに行ったら位置のエネルギーとして蓄えられたものが、高いところか低いところに行くとその分運動エネルギーになっていくと。で位置エネルギーと運動エネルギーの和は常に等しいということですね。まあ、摩擦を考えないと、これがずっと同じように維持されていくということです。はい。それでは、前半はここまでにいたします。で明日はまた数学に戻っていきます。で今日の後半は少し準備が不足しているので、20分か30分後ぐらいにスタートいたしますので、またご覧ください。